ラスボスなの？ハローキティチャンネル始まるよーと、YouTuber として活動を始めて、ほや、1ヶ月経ったわけですが、あのね、チャンネル登録とかも、すごいいっぱいしてもらって、そう、こないだの連休とか、特に、ユニバとかハーモニーとかでもね、YouTube 見てるよって言ってもらうことも、すごい増えたりして、もう、すごい、なんだろう、嬉しいなぁと思っている、毎日なわけなんですが、そう。で、今日はね、最初のやつ、最初の、ハロー、キティです、っていう、これね、この挨拶なんだけど、ちょっとね、普通だなと思ってて、ハローキティだからね、ハローっていうのはすごく、文言としてはすごくいいと思うんだけど、なんかもっと、かわいい、かっこいい、決めポーズというか、アクションというか、そういうのをね、キティは作りたい。そう。だから今日はね、今からそれを、ちょっと、何パターンか試してみたいと思うので、見てもらってもいいですか？いいですかって聞きながらもやるんだけど、ふふん。というわけでね、普通にやっても、やっぱり、ちょっと、ガラッとしちゃうので、リズムに乗って、やってみようかなと、思います。ハローキティチャンネル。それでは、ドラムビーツ、カモン！ハロー、キティです。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 今度はさ、かっこいいやつがいいかな。ハロー、キティです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 。もうちょっと、ダイナミックに行きたいな。ハロー、キティです。ハロー、キティです。ハローキティチャンネル。まあね、ところどころ、気を逃した感があるっていうのは、キティもわかってる。でもいいの、好きだから。ねえ、まあもうちょっと検討します。じゃあ今日はね、これ以上、大きい歌とか立てると大丈夫かな、みたいな。